作官学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは2012年に任天堂が任天堂 3DS 向けに発売したマリオ&ソニックアットロンドンオリンピックです、ね。まあ何かと話題のオリンピックの、まあ、ゲームということですね。で、まあ、表面からいくと任天堂 3DS の、ね、まあ、帯があって、任天堂ネットワーク対応で 0A 全年齢対象で、これオフィシャルビデオゲームね、オリンピックのオフィシャルビデオゲームだよっていうね、五輪のマークの、ね、ロゴがあって、ここにはね、ロンドン五輪の多分マークなんで、ここがあの、まあ、東京オリンピックでね、あのいろいろ話題になったロゴが、まあ、これがね東京オリンピックだとしたらここに入るでしょうね。あの話題の佐野健次郎さんのロゴみたいなのがここに入ると思うといいかと思う。まあ入らないんですよね、あれは。まあそういうような、ここにロゴが入ってるのかな多分。で、任天堂のロゴがあって、でマリオ&ソニックロンドンオリンピックっていう、まあ、これ自体はまあね、オリンピックに関係なく作ったロゴなのかな。何なんだろう、このピンクと黄色っていうのは何の意味があるんだろう。あ、でもこのデザインとこのピンク合わせてるのかな、うん、かもしれない。でマリオとソニックが仲良く走ってて、後ろの方にもねマリオのキャラとソニックのキャラがこう並んでて走ってるような、走ってたり、まあいろいろなね、リボン、ピーチなんかも走ってるというよりもういきなりリボンの格好してますからね。でチャリ乗ってたりとかね、まあクッパがこうバーベルを上げながら走ってるみたいな、ね、あと馬に乗ってるのもいますね。なんかそういうような騒がしいけども、これを一応オリンピックスタジアムで撮ってるんで、これもあの新国立に、東京オリンピックだとしたらこれ新国立競技場の中でこう走ってるっていうイメージをするといいんだけども、うーん、どんなオリンピック会場ができるのかなって気になりますよね。で裏面で、裏面はまあキャッチがあって、まあ、ゲームの説明があって、まあ、画面写真的には 1,2,3,4,5,6 点あるのかな。で、多彩な操作でロンドンオリンピックを体験。で、まず1個目に、画面をなんかこういう感じにあるのかな。で、前後に動かしてオールをこぐ。ボート、コードプロスカル。うん、で、よくわかんないけど、そういうの。で、円を描いてリボンを回す。まあ、違うな。あ、こうか。タッチペンでこう。下画面を回すと、まあ、新体操のリボンができると。で、マイクに叫んで持ち上げる。あーって叫ぶことで、あのウェイトリフティング持ち上げる。まあ、ちょっとね、あの実際の競技内容と違う気がするけど、まあ、声出すからね。で、オリンピックの正式種目57種類を収録。で、各種目の特徴的なシーンをシンプル操作で誰にでも手軽に遊べますというようなことになってて、一つのソフトで最大4人プレイが可能。まあ、本体は4台いります。で、まあ、ジャンルはスポーツ。まあ、シンプルですね。まあ、そんなゲームです。以上、作官でした。